さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、自社動画2回目っていうことなんですけども、今回はですね、ツインモーションの動画を撮っていきたいと思ってるんですけど、ツインモーションの画像の作成方法と動画の作成方法を一遍にも一つの動画でまとめてお伝えしていけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。ここから僕いなくなります。はい、ということでね、まあいつもと違うんですけども、最初と最後だけ少し画面を止まった状態で喋る時間があったと思うので、その時間を僕を実際に映して、まあいけたらなと、今後はそういう方式でやっていきたいなと思ってます。はい、ということでね、先ほどの説明の通りですね、まあ、今回はツインモーションでの画像の作成方法、動画の作成方法について詳しく説明をしていけたらなと思います。まあ画像の作成方法なんかは多分簡単なんですぐわかるとは思うんで、まあちゃちゃっといっちゃいます。まずこれはまあファンズワース製ですね。僕が、アーキキャドとツインモーションの指導を行っている際に使っている題材ですね。日経設計さんのアーキキャドラーニングしかね、.com に載ってあるものをまんまやってみたやつです。あれちょっと古いんで、型がまあ、現代版にまあ訳してみた感じでしました。この階段ね、ちょっと不気味なんですけど、針がないんで、まあ、それは教える時にはしっかり階段ツールを使って針を用いてやっているので、まあ、今回はちょっとこれでご勘弁くださいということで、まあ、例えばですね、今さっき、まあ、これぐらいの画角で言いましたけど、例えばこの画角で撮りたいとするじゃないですか。まあ分かる人は分かると思うんですけど、この、まあ、今ありますね、最初ここなんですけど、この YouTube マークみたいなメディアっていうところを押していただきまして、このイメージパノラマビデオプレゼンターがありますんで押していただきます。で、僕1枚撮ってるんであるんですけど、ここを押したらこの画角を保存してくれるんですよね。この画角を保存しているイコール、もうここでもう写真を撮れるよう、写真にできますよっていうことなんで、まあこちらをうまく使えていただければいいのかなと思います。このメディアモードっていうのは入りましたら、この動画編集モードみたいなになっちゃいますんで、一旦これ切っておきまして、まあ、先ほどのんとは違う画角でこのファンズワースデーっていうのを撮っていきたいと思います。はい、この画角でじゃあもしパースを作りたいとします。じゃあこのクリエイトイメージ、これをワンクリックするだけで、見てください、ここに画角が残るんですね。先ほどの僕がもともとやってたのと、こっち側今撮ったやつですね、この画角がちゃんと出てきます。この画角が保存されます。この状態でですね、あ、ちょっとこれ天気もうちょっと曇りにしたらよかった、雨にしたらよかったとか、いろいろあると思います。ライトもうちょっと明るくしたり暗くしたり、いろいろあると思います。そういう時はですね、ここだけの変更を行うことができるんですね。例えばですね、このモアを押しまして、ロケーションを押しますと、まあ実際にファンズワース性があるところにもポチッとするのもいいですけど、まあこれは割らなくていいので、基本的に変えるのはこの時間ですね。朝日がこう降りてくる瞬間、このパースを撮りたいんだしたら、まあこの時間で止めとけばいいですし、まあ夜にしたければこの夜、このままね、こうやって下げて夜にしたらいいですしっていう風な感じで、まあ時刻をいろいろ変えることができます。この時刻以外ももちろん先ほど言った通りね、ウェザー、天気、まあ、雲をちょっと出してあげたいなとか、雨を降らしたいなとか、まあいろいろありますよね。まあそこはお好みでやっていただいて、今回はちょっと少し雲あるバージョンでやっていきます。ここはあとは季節ですね。周りの木とかを秋っぽくね、綺麗にできますので、ここもお好みでやってください。ここら辺はまあ木の大きさとかであったり、エフェクトはまあスモーク、まあ、霧を出したりですね、風のスピードを上げたらこの草木が揺れるスピードっていうのも上がります。はい、それ以外今はライトここのライトとかもまあお好きにいじっていただければいいのかなと思います。まあ、このカメラはね、ちょっとややこしいんですけど、この DOF っていうのがまあぼかしなんで、このぼかしを入れるとこんな感じに今全体に入ってますよね。この全体に入っているのはやっぱりまあ嫌なんで、この状態でですね、ディスタンスどこに焦点を合わせるのかっていうのをここで決めれまして、2019の方が僕的には使いやすかったんですよね。2019の方がもうちょっとぼかしの調整ができたんですけど、まあこれ以外に新しくツインモーション2020でできたのがこのカメラみたいなやつです。
こいつをこうやってクリックするとここに焦点を合わせてくれるんです。例えば今こうやってボケてますけど、こいつを使ってここを押すとちゃんとここに焦点を合わせて、あ、カメラのボケを作ってくれる、そういう風な、まあ、自動設定ですねができますので、まあ、こういうのとかもいじっていただけるといいのかなと思います。まあ、そんな感じでこのパースができました。じゃあこのまま流れで動画に移りたいと思います。もう一度メディアを押していただいて、こちらのビデオですね、パノラマとかプレゼンターはちょっと別なんで、これはまた後ほどの機会説明していきたいと思います。基本的にはこのイメージとビデオを多く使うと思うんで、はい、そんな感じでこのビデオを押しまして、このクリエイトビデオですね、また一緒です。このクリエイトビデオ、まあ、押したら動画ができるわけではなくて、まあ、動画の一つのファイルっていうのを、まあ、作成ができるんですけど、この一番初めにできたやつが先頭なんで、どういう流れで入っていきたいのかっていうのがすごい大事になります。例えば最初はちょっとファンズワーステーやけど、ちょっと分かりづらくするためにこういったのとかどうですかね。こんな感じで最初の画角を決めます。はい、クリエイトしたら今こういう状態ですね。このままですとこうやって再生してもこの揺れが反映されるだけ、まあまあ止まった状態でカメラを動かしている状態です。で、あとこのパート01のこのここですね、これ今10秒でここのこれだけを再生しますよって意味なんですよ。わかります？例えばこれ今10秒でここ動きましたけど、1秒にしたら1秒になりますっていう感じで、まあ好きに変更することができます。で、こっから次どこに行きたいのか、例えば今僕のイメージではこっからこう行くんかな、これぐらいまで、次の画角をここにしたいな、ここぐらいまで動いてほしいな、動いてほしいなっていうところに行きましたら、このプラスを押してください、右側に。じゃあこれ今10秒間でここを動けます。いきますよ、再生。こんな感じで動いていきます。ただちょっと今僕のイメージよりは早かったんで、これを5秒にしてこんな感じで、あ、5秒、逆やった、20秒にします。すると、あー、いいですね。これぐらいのゆっくりでここら辺で、まあ、切ってみたいな感じでやりたいですかね、本番やったら。で、考えながらいろいろ画角を作っていくんですね。基本的に1本の長い動画をこうやってぐるん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 、こっからいって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 っていうのもいいんですけど、それよりも断片的にワンカットワンカットを撮っていく方がいいと思います。まあ、これはちょっとコツみたいな話になるんで、まあ、それはまた後に話しますけど、まあ、今回は一つの塊の動画として作成したいんで、したいと思うんで、このままやっていきますね。で、この流れで次こうやってそろそろ正面行きたいな。はい、ここまで。じゃあこうしてここでスタート押すと、今折った画角までしっかりと角度を持たせて、こんな感じで曲がっていってくれます。はい、でこっからまた、はい、こういく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 、でここを登っていきたいと思います。で、終わりって考えがありましたら、はい、今ね、分かった方もいると思うんですが、今ね、僕撮るときにこの画角からこう行って階段をこう行きましたよね。ちょっと疑問に思った方もいられると思うんですが、今こう行ったのにショートカットしてますよね。そうなんですよ、もう今のである程度分かった方はいると思います。ここからここまである程度の最短距離、ある程度このカメラワークどういう風に動いてほしいのかなっていうのを、このツインモーションのこの動画は察知してくれて、そういう風にこう流れていってくれるんですよ。これがまあ結構すごいところと言いますか、逆に今僕は失敗したんですよね。ここからここにいきなり飛んじゃったんで、それで今の僕のここから右行ってまっすぐ行きたいのであれば、この右行ってまっすぐ行くここの交差点でもう一度プラスを押して上げないとダメなんです。例えば、まあ、ここら辺ですね。ここら辺でここにプラスを押すと間にできますので見といてください。右へ行って前へ進む、こういった優しい
優しいこういう流れを作ることができます。つまりですね、この動画をプラスするところ、プラスするところはどこかと言いますと、方向転換をするところですね。大まかな方向転換をする際にこれを入れてあげるといいと思います。で、特に最初は大きく大きく大まかな大まかな動きをしっかりとプラスプラスで押していただいて、で最終的にもうちょっと、いやこれもうちょっと蛇行していきたいんやとかいうのがあれば、間でプラスをもう一回押せばいけますので、こういった形で進めていけばいいのかなと思います。まあ、なんとなくこれで動画の作成方法は分かったのかなと思うんですけど、まあ、ここからですね、先ほどの画像と同様を、今これ時間とか季節とか全部一緒ですよね、流れを。例えばこの一つの動画内で最初はこのまあ夏であったとすれば、次の季節をこれに、もう冬のもう完全に気がない状態にとかすることができるんですよ。つまりどういうことになるか、まあ、ちょっと流れをちょっと作っていきますね。ちょっとだけ待ってください。早送り。はい、というこんな感じで今ちょっと季節だけを変えていきました。時間も変えたら、時間変えるとねもっと面白いんですよ。時間変えるとこの日陰、陰影もの陰影がかかる場所が変わってくるので、太陽の位置が変わるんでね、まあ、それも面白いんです。今回はちょっと分かりやすいようにこんな感じでやっていきましたので、ちょっとだけ見てください。これ20秒でやってちゃってもちょっと早いんですけど、見てください。だんだん今秋になりましたね。秋になって綺麗な綺麗な木ですねっていう風になったと思ったら、冬に変わって、そこからもう真冬、あらあらあらといった形になっています。今でよく見たらですね、見てください、これ雪がちょっと溜まってるんですよね。まあこういった表現も全部やってくれるんですよ。まあちょっと今途中の中途半端なところとかやったら、こうやって草がちょっと残っちゃったりしたんですけど、まあそこはうまいこと自分で調整しつつやっていただければいいのかなと思います。まあ、こんな感じでですね、陰影を描いたり、まあ、動画内でいろいろすることができます。まあ、ある程度の画像の作成方法と、まあ、編集方法、まあ、動画の作成方法、編集方法というのも、まあ、お伝えできたのかなと思っております。で、まあ、そこからですね、まあ、後の動画で、まあ、もう一本動画を作成しようと思ってるんですけど、その動画ではですね、この動画今1本で流れでこうやって作っちゃいましたけど、それ以外にでも、まあ、以前僕の動画でありました、まあ、道の駅の動画でこういう風に作りましたよっていう紹介動画があったと思うんですけど、まあ、そんなような、まあ、ワンテイクワンテイクをしっかり細かく細かく切っていく方法とか、切っていってどうつなげていったのかってやったりのをお話ししていけたらなと思っております。はい、実写に戻ってきました。はい、ということでですね、今回は、まあ、初めての実写と PC 建築ソフトの解説ですね、解説を、まあ、織り交ぜた状態でやっていけたのかなと思います。なんとなく分かっていただけましたかね。まあなんとなく分かっていただけたのかなと思います。画像の作り方も動画の作り方も、多分動画が特にね、どういう風に作ってんの、どういうシステムで動いてんのっていうのがあまり分かってない方もいらっしゃるのかなと思ったんで、まあ僕最初ちょっと分からなかったんで、まあそういう方向けにちょっと分かっていただけれたらなと、分かっていただけれたらなというか、まあ参考になればなと思います。はい、ということでね、はい、まあ、今回の動画ですね、まあ、久々のツインモーション動画だったんですけど、まあ、これからもツインモーション動画とかまたどんどん出していってねっていう方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。